2021年7月、僕は和歌山県の熊野古道というエリアで1ヶ月滞在しています。一度も来たことのなかった和歌山ですが、面白い人と出会うきっかけもあったので、すぐに東京から飛行機で飛んできました。和歌山にある南紀白浜空港から車で1時間曲がりくねった山道を抜けていきます。その先にあるのがここ熊野古道古民家宿ハギという民宿です。今僕はここでお手伝いをしながら、いつものオンラインレッスンも行う生活を送っています。山の上にある場所なので、晴れた日には雲が海のように広がり、とても神秘的な景色を見せてくれます。そしてこれが熊野古道、2004年に世界遺産に登録された古い参道です。熊野古道には全部で6種類のルートがあり、一番長いもので160km ほどの距離を歩いて渡る人たちがいます。今はまだ雨の時期なので長く歩けませんが、僕も必ず一度は一つのコースに挑戦してみたいです。ここ和歌山で暮らしながら面白い人たちに出会ったり、綺麗な景色を満喫したり、そして美味しいものをたくさん食べてゆっくりとした生活を送っています。都会にないものもたくさんありますが、綺麗な自然に囲まれてストレスのない暮らしをするのには最高の場所だと思います。そんな場所がこの和歌山県熊野古道というエリアです。皆さんもぜひ日本に来た時は遊びに来てみてくださいね。興味があるという人はぜひコメントで教えてください。和歌山の面白い人たちや面白い場所、美味しい食べ物についてもっと詳しく紹介したいと思います。